リース・シェア・スミスは、英国の俳優、脚本家、コメディアン、プロデューサー、監督、マジシャン。ジェレミー・ダイソン、マーク・ゲーティス、スティーブ・ペンバートンらと、シットコム、スケッチ番組、リーグ・オブ・ジェントルマンジ人同盟を制作した。この番組では30以上の役を演じている。ペンバートンとは、サイコビルを制作しているほか、2014年には、 インサイドナンバー9でコンビ再結成を果たした。ザ・リーグ・オブ・ジェントルメンとしての活動は1995年の舞台活動に始まり、1997年には BBC ラジオ4で6話もののラジオシリーズオン、ザ・タウン・ウィズ・ザ・リーグ・オブ・ジェントルメンを制作している。また1999年には、テレビ番組、リーグ・オブ・ジェントルマン基人同盟の放送が開始された。 テレビ番組は、好評を博し、英国アカデミー賞テレビ部門、ロイヤルテレビジョンソサイティアワード、名高いモントルー、金のバラ賞などを獲得している。彼は別のコメディ作品マックス、アンドパディーズロードツーノーウェアに出演したほか、ビクリーブスとボブ・モーティマーのコメディ番組、キャタリックでは狂気の悪人トニーを演じた。彼はまた、数々の賞を獲得した、ポップカルチャーコメディ、 スペースド俺たちルームシェアリングに2には分出演し、ロボットとの戦いに困惑させられる国防義勇軍のデクスターを演じた。また、ザ・ウィーケスト・リンクを制作したフィンタン・コイルによる BBC2 のシットコム TLC では神経症の医者不倫を演じている。彼の わけのわからないことをまくしたてるゲイは、リーグ・オブ・ジェントルマンでのパパラザルーなど、自身が演じる気味の悪いキャラクターに存分に生かされている。2006年3月から2007年1月にかけては、ウェスト・エンド・シアターで上演された、プロデューサーズに出演し、レオ・ブルームを演じている。2008年には、2006年に、ノルウェーで制作されたアニメ映画フリー・ジミーの英語吹き替えを担当した。 シェアスミスは暴走族、ラピッシュ・マフィアのメンバーで、がっしりとした体格で奇妙に着飾るキャラクター、アンテを演じている。この作品では、ザ・リーグ・オブ・ジェントルマンのスティーブ・ペンバートン、マーク・ゲーティスと共演している。サイコビルは、BBC2 で2009年に放送された。この番組は、リーグ・オブ・ジェントルマンでもコンビを組んでいたペンバートンと共同制作したものである。 二人はこのシリーズで主演を務め、数々の役をこなしている。2010年、シェア・スミスは、ジョン・ランディスによる、ブラック・コメディー、バーク・ヘアに出演した。同じ年には、ザ・リーグ・オブ・ジェントルマンのジェレミー・ダイソン、マジシャンのアンディ・ナイマンが制作した、舞台、ゴースト・ストーリーズで主演した。2011年には、ウェスト・エンドで封切られた。 キャメロン・マッキントッシュの新作ミュージカル、ベティ・ブルー・アイズに出演し、サラ・ランカシャーの相手役として、妻に敷いたげられるアシチ・リョイ・カイラ・パィストのギルバート、チルバースを演じた。同じ年の5月には、サイコビルの第2シリーズが放送され、ペンバートンと再び主演を務めたほか、イメルダ・スタウントンなどと共演している。2012年には、サム・ベイン、ジェシー・アームストロングが書いた。 コメディシリーズ、バッド・シュガーで主演を務めた。この番組では、オリビア・コールマニア、ジュリア・デイビスと共演している。2013年11月には、ドキュメンタリードラマンアドベンチャー・イン・スペース・タイムで、二代目、ドクター役のパトリック・トラウトンを演じた。この作品は、ドクター・フーの構想と制作に焦点を当てたもので、マーク・ゲーティスが脚本を担当している。 2014年2月に放送された、ハウス・オブ・フールズの第一シリーズ最終話には、マーティンという名の幽霊として登場し、ビクリーブス、ボブ・モーティマーと再共演している。同じ年には、ITV のドラマシリーズ、ウィドアーで、殺人鬼のマルコム・ウェーブスターを演じた。同じ年の6月には、彼が、ベン・ウィートリーの新作映画、ハイライズで、ネイサン・スティールを演じることが報じられた。 同じく2014年には ITV の失踪者をテーマにしたドラマシリーズチェーシング・シャドウズで刑事のストーン、巡査部長を演じている。2015年2月、BBC ラジオ4の番組チェーンリアクションでシェア・スミスはアダム・バックストーンのインタビューを受けた。2015年7月17日にはマーティン・マクドナーの戯曲ハングメンにキャスティングされたと報じられた。この作品は マッシューダンスターが監督を務め、ロイヤルコート劇場で9月10日から10月10日まで上演された。2015年には、ドクター・フード・アシリーズのエピソードスリープ・ノーモアに出演し、ゲーガン・ラスムスセン教授を演じた。2016年2月には、ダークコメディスリラーのミニシリーズ、スタックに出演している、ブレットン・ホールドラマスクールを卒業した。2001年に結婚し、 妻ジェーンとの間に、息子と娘の二人の子供がいる。ありがとうございます。